埼玉県川口市に集中し、地元住民との軋轢が表面化しているトルコの少数民族クルド人。彼らが川口市に住み始めたのは約30年前の平成初めで、東京に近く家賃などの生活費が比較的安いことから、先に来日した親族らを頼って相次ぎ来日し、やがて国内最大の集中地になったと言われています。そんなクルド人のある投稿が話題になっていました。今回は、あるクルド人家族の動画投稿に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。以前、SNS 上で話題になっていたのは、クルド人家族のディズニーランド訪問という動画の内容。普通であれば、ディズニーランドに行くことに何の問題もありませんが、多くの問題や事件を起こしているクルド人だった。というのが注目を集めていたようです。動画の内容は、主に埼玉県川口市に集中しているクルド人たちが、お盆休みでディズニーに来ている動画を上げていて、話題になっている。クルド人は多くが不法滞在で不法就労していて、難民申請中の仮放免だから、埼玉からは出られないようになっているんじゃないのか？千葉のディズニーランドにいるけど、彼らは正規の労働者として日本に来ているんだろうか。まあそれは置いておいても、難民申請中の保護費は、夫婦で子供2人いれば、年収550万円相当のお金がもらえるので、ディズニーくらい来れるだろう。子供にはかわいそうだが、そのお金は日本人の血税で賄われているから勘弁してほしい。というもの。この動画にはコメントが2500件以上つき、非課税の550万ってもはや富裕層だろ。ディズニーなんてチケ代上がってなかなか行けないのに、日本人が汗水垂らして納めた税金で遊びほうけれるなんてさ。本当にこの国は狂ってるよ。教育、司法、政治は日本人だけでするべきだった。など、怒りの声が多く上がっていました。この映像が炎上した背景には、日本の仮放免制度も関係しているようなので、簡単に説明します。仮放免制度とは、在留資格のない外国人が、一時的に収容施設の外で生活することを許される制度で、人道的な理由や健康上の理由から適用されることが多いのですが、正式な在留資格が与えられるわけではありません。さらに仮放免中の人は、基本的に就労が禁止されており、健康保険にも加入できないのです。そのため、生活費や医療費は全部自己負担で、多くの人が親戚や友人からの支援に頼って生活しています。経済的に余裕がないので、病気になっても適切な治療を受けられないことも少なくありません。そんなことが日本で起きている中でのディズニーランドが問題視されたのです。仮放免のクルド人が問題を起こすことで、埼玉県川口市では地元住民との間で摩擦が生じているようで、不安の声が上がっている状況。しかし一部のクルド人はコミュニティを通じて地域社会との共生を目指しており、清掃活動をしたり地域との対話を通じて理解を深めようとしています。ですが、近年特に問題になってきているクルド人による事件や問題。そんな現代でもし、クルド人の家族が本当にお盆の時期にディズニーランドに来ていたら、日本人の怒りの声は当然なのかもしれません。この話題に対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。彼らがディズニーランドに行ったからって、なぜこんなに炎上するの？人間には楽しむ権利があるんだから、少しくらい許してあげなよ。逆に彼らが行けたんなら、ディズニーランドはそれこそ夢の国って感じがする。それはそうかもしれないけど、難民は苦しい生活をしているというイメージが強いから、一般の人がどうしてって思うのも無理ないよ。楽しいことをしても良いけど、生活の厳しさも伝えないと誤解されやすいんだよね。正直、難民でも仮放免でも、どんな理由があれ、生活に困っているはずの人がディズニーに行けるほどお金があるのは不思議だね。支援金の使い方とかどうなってるのか、もっと透明性が必要だと思う。でもまあ、私も高額なチケット代を払っていくんだから、ちょっと嫉妬しちゃうよね。嫉妬する気持ちはわかるけど、実際に彼らがどうやってチケットを買ったかって、そんなに重要かな？おそらく友人や支援団体の助けもあるだろうし、仮放免中でも息抜きが必要な時もあるでしょ。人権って何？生きるだけじゃなくて楽しむ権利もあるはず。難民だからって人間扱いしないの？みんな同じ人間なんだから差別するなよ。むしろこういう楽しみを通じて難民と日本人が交流する機会を増やすべきじゃない？そうすればお互いの理解も深まるはず。でもさあ、収入制限がある人たちが高額な遊園地に行けるのは謎だよ。支援があるとしても優先順位が違う気がするな。そもそもディズニーランドの入場料高すぎ。もしクルド人がそれを払えるんだったら、むしろ彼らの賢い節約術を教えてほしいくらいだわ。どうやったら節約してディズニーに行けるのか、誰かコツをシェアして。本当に、私も毎回貯金崩してディズニー行くから、もし彼らがうまくやってるなら教えてほしい。でも、きっと裏には、友人や団体のサポートがあったんじゃないかな。日本の難民問題、根が深すぎる。仮放免中にディズニー行ってる場合じゃないだろうって気持ちもわかるけど、それが本質的な問題解決にはならないよね。むしろ、彼らがどんな状況であっても、少しでも楽しい時間を過ごせたなら、それは喜ぶべきじゃない?日本の難民受け入れが厳しいのは確かだけど、だからといって他の問題を無視して良いわけじゃない。ディズニーに行くお金があれば、他に必要なものがあるんじゃないか?日本政府、はっきりしろよ。受け入れるなら正式に、ダメなら返してやれ。中途半端な対応が問題を大きくしてるんだ。政治家はもっと責任持て、難民問題を政治の道具にするな。人の人生をもてあそぶな。ちゃんとした政策を立てろ。ディズニーランドってもともとみんなのための場所だよね。仮放免とか関係ないじゃん。彼らにもみんなの中に入る権利があるはずだよ。もしかしたら次のターゲットはミッキーも仮放免者だって言うかもね。ミッキー仮放免者説は笑った。でも実際に日本の難民問題はもっと複雑だからもう少し真剣に考えてもいいかも。問題なのはそこじゃなくて仮放免の人たちが起こしているいろいろな問題にあるってこと。世界の移民問題と同じだよ。ディズニーランドに行けるなんて難民じゃなくてラッキーランドってことじゃん。日本に住みたくなってきたわ。マジで羨ましい限り。仮放免中にディズニー？冗談でしょ。本当の難民なら、そんな贅沢な時間はないはず。これじゃあ、難民制度の信頼性が問われるよ。この人たちが難民かどうかはわからないでしょ。日本で普通に働いてるのかもしれないじゃん。そんなに不満があるなら、クルド人をちゃんとした難民として受け入れるべきでしょ。彼らに適切なステータスを与えないで批判するのはおかしいよ。仮放免者が娯楽を楽しむことに反発する人たち、少し冷静になろうよ。彼らも人間で、ただの息抜きだよ。そんなにカリカリすること？次は仮放免で USJ も禁止って言い出すかもね。笑った。次は USJ かもしれないね。でも、日本の難民政策はマジで時代遅れ。他の先進国見習えよ。クルド人だって、ただ普通に行きたいだけなんだ。もっと柔軟な対応できないの？仮放免制度って何？日本に住んでるのに働けないの？それって現代の奴隷制度じゃん。おかしくない。人権侵害もいいとこだよ。でもクルド人が日本で暴れてるんだよ。いくら温厚な日本人でもそら怒るよ。クルド人が日本で苦労してるの知ってたけど、まさかディズニーランドとは。人生いろいろあるもんだね。でも、これで彼らの苦労が軽くなるわけじゃない。一時の楽しみと引き換えにバッシングを受けることになるなんて、SNS の発達した現代社会の厳しさを感じるよ。クルド人と地域住民の共生は本当に難しい問題です。最近、クルド人の方々をよく見かけるようになりました。と、川口市の住民の一人は話します。突然、自分の住む町が変わってしまったような気がして、正直、不安です。摩擦の原因はいくつかありますが、まずは文化の違いが挙げられます。ゴミ出しのルールや公共マナーの認識が異なることがトラブルの元になっているのです。決められた日時や場所を守らずにゴミを出すケースがあるんです。と、地域の清掃担当者は頭を抱えています。何度説明しても理解してもらえず、フラストレーションが溜まります。と、ため息をつく様子が印象的でした。経済面での問題も大きく、クルド人の多くが仮放免状態で合法的な就労が難しく、生活のために危険を伴う解体業などの仕事に就かざるを得ない現状が報告されています。ただ、仮放免中は就労が認められていないため、これが違法就労として問題視されているわけです。治安への不安も無視できず、深夜に騒ぐ声が聞こえてきて、眠れないことがあります。と、近隣住民からの苦情も多く寄せられています。その他、信号無視や無免許運転、飲酒運転などの交通ルール違反や、公共の迷惑行為、盗難、暴力沙汰などが伝えられるたびに、地域の緊張が高まっています。2023年7月、病院で100人近くのクルド人が集まり、乱闘するという騒動があったんです。と、地元警察の方は振り返ります。この出来事が、地域住民との対立を一層深める結果になり、子供を外で遊ばせるのが怖くなりました。という若いお母さんの声も聞かれるようになりました。法律を守らない人が増えるのは、とても心配です。と、地域の自治会長は語ります。言葉の壁も大きな問題になっており、日本語が十分に理解できず、コミュニケーションが難しいために、誤解を生む原因にもなっています。助けたいけど、どう接すればいいのかわからない、という声も多いのです。健康保険に加入できず、医療費が全額自己負担になるという状況から、治療を受けられないケースも多く、そのため、病院の未払い金が増えているという医療面での課題もあり、それが大きな問題にもなってきています。教育の分野でも同様で、市内の小学校には、クルド人の子供が増加しています、と、教育委員会の人は話します。日本語教室を設けるなどの対応をしているようですが、保護者自身が日本語ができず、日本の文化にも不慣れなため、個別の対応が求められている状況です。先生方の負担が増えて、日本人の子供たちにも影響が出ないか心配です、と、PTA の方は懸念を示しています。こうした状況に、メディアの報道姿勢も議論を呼んでいて、クルド人に好意的な報道が多い一方で、地域の実態が伝わっていない、という声も上がってきているのです。実際、地域住民との交流イベントなどは積極的に取り上げられても、中学生の女子がクルド人に性的暴力を受けたという事件は、ほとんどのメディアで報道されていません。川口市議会では、外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書が可決されました。私たちの声も聞いてほしい、という地域住民の切実な思いが伝わってきます。しかしながら、解決への取り組みも始まってはいて、川口市は国に対して、仮放免者の就労許可や健康保険加入を求める要望書を提出。その他にも、不法行為を行う外国人への厳格な対処、仮放免者の就労を可能とする制度の構築、健康保険その他の行政サービスについての国からの援助措置などを求めています。多文化共生を目指して様々な施策を進めています。と、市の担当者は語ります。でも、本当に私たちの生活は守られるのか、と、不安を抱える住民も多いことも見過ごせません。互いに理解し合い、共生を目指すには、もっと広範な支援が必要です。と、多文化共生の専門家は指摘します。この問題は、文化の違いや、経済的困難、社会的偏見など、複雑な要因が絡み合っているのですとも。しかし、私たちの生活が脅かされるのは困りますという声も無視できません。川口市の事例は日本全体が多文化共生を考える上で重要な教訓になりそうです。地域住民とクルド人コミュニティが歩み寄り理解を深めることが解決への第一歩だと専門家は強調します。しかし、歩み寄りたいけどどうすればいいの？と戸惑う住民も多いのも確かです。外国人労働者の受け入れ政策を進める前に必要な環境整備が不可欠です。と、ジャーナリストの石井隆明さんは指摘します。学校教育、社会保障、犯罪への対応など課題は山積みの現状の中で日本人の生活が脅かされないよう慎重に進めてほしいという声が多く聞かれます。簡単には解決できない問題ですが、共に生きていく社会を作るためには避けて通れません。川口市の取り組みが日本の多文化共生社会実現のモデルケースになると考えられるので、これからの展開に注目ですね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。